こう。はいはいはい。ドーンドーンドーン。はい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 。これ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 。はい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 。オッケー。起き上がれ。オッケー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 。はいどうも皆さん、晩ごはんにちゃいすげです。ということで本日もスプラトゥーン3やっていきたいと思います。使っていく武器はこちら。はい、ということで本日使っていく武器はクラッシュブラスターでございます。はい、パンパンする武器ですね。こちらの武器なんですけど、連射力が速くてパンパンするんで、まあ、爆風で敵をね倒すことができます。ただ射程が短いのでそこが難点ですね。で、サブの方がスプラッシュボムってこと、結構使いやすくなっておりまして、ウルトラショットですね、スペシャルの方は。はい、火力がかなり出るスペシャルではあるんですけど、当てるのが若干難しいってところでございます。はい。で、この武器を生かすために何を積んでるかっていうと、一足ですね、ギアの方は一足を5個積んでおります。これでかなり横の動きがね、良くなるんで、はい。まあね、こういう感じで。この速度ね、打つことができるんですよね。まあ、敵さんも結構、まあ、このね、人状態の動きって狙いやすいんで、まあ、普通に狙われるとは思いますが、まあ、これぐらい、5個ぐらいは積んでるんですけど、こんぐらい動ければ、だいぶ普通の状態とは違うんで、敵さんは若干狙いにくいと思います。で、その若干の狙いにくさを、はい。誘発してこの連射力の爆発を当てていって倒していこうという、はい、流れでございます。今回は、はい、あんまりねまとめたこと言えなかったんですいませんね。まあ、とりあえず結果で証明しましょう。では行きましょう。さあ、ということでガチエレやっていきましょう。イスギア一番ねこのモードが大好きなんで勝たせていただきます。いやー、この武器ね、何回か今使ってみたんですけど、やっぱ強いですね。普通に強い。うん。なんていうかな、奇襲すると大体倒せるって感じですかね。まあ、とりあえずは、まあ、簡単にやられないように、とりあえず上取って、で横にいるんで、こういうのですね。いやー、ダメかも。ぴょーんと、やばいか、いやー、いつもね、あのジャンプで飛んだら死ぬんだよね。なんでかな、なんかわかんないけど。さあ、一旦インクを回復して、ほい、ほい。今そこにいたけどね。さあ、ということで、こういう時はね、横からね、攻撃するのが一番いいんですよ。こういうの飛ばして、で、こう。はいはいはい。やっぱ奇襲が強いね。投げて、ドーンドーンドーン、そこで一気に近づいて上にいるか。はい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 、これ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 。はい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 、オッケー。はいはいはい、もうねこれが強いんですよ。さあ、来やがれ。オッケー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 。このね、ある程度の距離から撃ちまくるのがかなり強いと思うんですよね。ナイス。はい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 、オッケー。これよこれ、あらあらあら、塗って塗って塗って。で、敵さん、前、来てるんで、オッケーオッケーオッケー。来た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 。これですよ、皆さん。クラッシュブラスター。
や、この武器普通に強い。わかります？適当に撃っても当たるんですよね。そう、それがねかなりの強みなんで、そう、敵がなんだろうね、他のとこ撃ってる時にこっちがもう4発当てれば敵倒せるんで、そう、そこをまあ一足のスピードを生かしてね戦っていければいいのかなって思った次第ですね。はい、ということでどうだったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様です。